皆さんこんにちは、ビジュアルデカこと峰村圭司です。毎回様々なビジュアル系バンドを逮捕し最新情報をお届けするこの番組、今回の容疑者もあちらに潜んでおります。では今から逮捕しちゃいくぞ。じゃあ改めてお一人ずつお名前とご担当どうぞ。ディベロッパンスファーカルティスで、いろいろやってます、ゆうやです。よろしくお願いします。ディベロッパンスファーカルティスベースレッドです。よろしくお願いします。ギターのルイです。よろしくお願いします。ヨハネスさんね、ドラムのね。そうです、ちょっとわけあってまだ馴染んでなくて言葉がね、言葉が馴染んでない、ちょっとまだ馴染みが深いもんで普通によくある感じのこうギターボーカルっていうよりかは、なんかってなるようなキャラクターになりたいなみたいなところが結構あって、このバンドやるにあたって、うんうん、なのでなんかもうなんか神手ギターの人じゃんみたいな、はい、そういうなんかちょっと曲がったって言いますか、ちょっと普通じゃない感じのものをやりたいっていうのがあったので、うん、なんか CD でもこれでギターボーカルなんていうものをやりたいなみたいなのがありましたね。ドラムのヨハネスは喋らなくて困ってます。まあそうですよ、確かに僕もね、ただならぬ雰囲気は感じたんで、さっきからちょっと話をあまり振らなかったですよ。そうですね、もう自己紹介の時点であのボードに名前書いてたじゃないですか。そうですね、困りますよね、こういう。困りますね、こう例えばこういうトーク形式の番組もそうですし、インタビューとかも。そうですね、はあ、いやただあれなんですよ、おできることがあって、おあの質問してもらえれば一応受け答えはできる。あ、なるほど。お名前は。受け答えにはなってない。ビジュアルデカ Z では出演してくださるバンドさん、バンドさんの最新情報を募集しております。次戦打線は取りませんので、どしどし応募ください。